高級腕時計でつながる、平野潮と渡辺直美の共通の情熱。皆さん、こんにちは。今回の記事では、日本のエンターテインメント界で活躍する二人のスター、平野潮と渡辺直美に焦点を当て、その間に織りなす魅力的な物語をお届けします。超高級腕時計という贅沢なアクセサリーが、 彼らの成功や夢への情熱をどのように映し出しているのでしょうか平野仕様の超高級腕時計。平野仕様といえば、日本の芸能界で和を風靡する若きスターです。彼の才能は音楽や俳優業に止まらず、そのファッションセンスも注目されています。最近、彼のインスタグラムでの写真が話題になっています。それは、 彼が身につけている高級腕時計に注目が集まっているからです。2023年7月30日、平野は自身のインスタグラムに写真を投稿しました。その写真に写っていたのは一部のファンから低価約869万円のロレックスではないかと指摘されています。この投稿が話題になる中、彼はさらにファッションの世界において一歩踏み込みました。 ハリー・ウィンストンのオーシャンバイ・レトログラード・オートマチック。2023年8月14日、平野は初めてのインスタライブを配信しました。このライブ中、彼が着用していた白の高級腕時計に注目が集まりました。それは、ハリー・ウィンストンのオーシャンバイ・レトログラード・オートマチック、低価約1107万円ではないかと推測されています。 ファンからは、スターにはお似合いです。頑張ってきた人には余計に輝きが増すのかもね、といったコメントが寄せられました。この高級腕時計は、平野のスタイルとそうまって、彼の成功を象徴しているかのようです。しかし、この腕時計にはもう一つ注目すべきポイントがあります。渡辺直美とのコラボへの憧れ、インスタライブ中、 平野はかねてよりファンを公言している米国在住のタレント渡辺直美35に対して会いたいと話しコラボを熱望しました。渡辺直美も超高級と計好有名人の一人でインスタグラムで派手なファッションに身を包む彼女のサワンにはいつも腕時計コレクションの数々が輝いています。特に彼女が愛用しているリシャール・ミルの オートマティック、想定約1510万円は、超高級ブランドであり、日本限定40本のみ販売されたジャパンピンクモデルのようです。さらに、パテックフィリップの、ノーチラス、低価約1177万円、や、オーデマピゲの、ロイヤルオークフロステッドゴールド、想定約520万円、など、彼女の愛用腕時計は、時計マニアの間で常に話題になっています。 成功の死と夢への一歩。これらの高級腕時計は成功の死とも言えるでしょう。海外で活躍し、夢を追求する渡辺直美を目標に、平野紫耀もまたじなる成功を目指していることは明らかです。彼らの腕時計は贅沢なアクセサリーとしてだけでなく、彼らの情熱と夢への憧れを象徴しています。結論。 平野紫耀と渡辺直美、日本のエンターテインメント界で輝く2つのスターが高級腕時計を身につけ、その中に秘めた憧れと夢についてご紹介しました。これらの腕時計は単なる贅沢品ではなく、成功への主として、そして未来への一歩として輝いています。二人のファンとして、 彼らがこれからどんな素晴らしいコラボレーションや成功を成し遂げるのか楽しみにしています。読者への挨拶。この記事をお読みいただき、ありがとうございました。平野志洋と渡辺直美の魅力的な世界に一緒に触れることができ、光栄です。彼らの成功ストーリーと高級腕時計に対する情熱が、皆さんにとっても何かインスピレーションを提供できたなら幸いです。 今後もエンターテインメント界の興奮をお伝えできるよう、精進してまいります。